バンドル20年とともに出てきたこの謎の新キャラの、名前と考察を皆さんに考えてもらいました。リップがですね、まさかの150件以上来ております。ありがとうございます。ということで、見ていきましょう。儚い言葉。儚い。マナ・アンダーソン。最高。ごめん。レスリー・アンダーソンしか出てこなかった。髪の毛の色が好み。それな。イズリハ・レンディ。イズリハは大阪の地名。ロッカちゃんみたいに転校とかそういうので大阪から来た。この子が着てる制服が羽岡でも花杉川女子学園でもないんですよね。だから本当に転校でこっちに来て、あの羽岡か花杉川になるか、もしくはまた違う学校が出るのか、そこが楽しみですね。福田ことこ。和楽器で千本桜やってそう。花粉知能。ごちうさコラボはもうすでに始まっていた。桂ことの葉。嘘だったんじゃないですか。中に誰もいませんよ。鳥は誠死ね。雪見大福。髪の毛の色で判断しました。うまそう。変態だ。グーカー天使。いやまあわかるけど、なんで一番高評価が多かったの。花街道葵。登場日は3月16日なので、その日に関係する文字はと予想。花街道は3月16日の誕生花であり、花言葉が、美人の眠り、遠霊と、この子っぽさを出していくため採用。葵は素直であり、誠実なイメージがあるので採用しました。なんかもうすごい考えていただいて、本当にありがとうございます。なんか普通にいい名前ですけど、遠霊って文字が読めなかったので、ググりました。泉弥生、ガルパ内の男はボイスがない。この子もボイスがない。よって男の子。おお、男の子だと、この子が。ただ僕は男の子が好きです。ただ僕は男の子が好きです。個人的にもう最優秀賞でーす。iTunes とか Google Play のカード1500円分を差し上げます。他には誰かの妹やいとこっていう案だったり、折り紙という案が多かったです。まあ今後この子が、まあ、どういう立ち位置になるかわかりませんが、まあとりあえず可愛いということでね。ということでね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録していってくれたら嬉しいです。ということで、じゃあな。越えて行けばいい。どんなハードルが僕の行く手を塞ぐ。